はい、どうも、山倉です。はい、今回はですね、こちら、禁止がいっぱいあります。全部でですね、16個、プリンカップに入った禁止が16個あります。今回はこちらの禁止にですね、クワガタの幼虫をぶち込んでいきたいと思います。全部で15頭幼虫いるのかな ?15 頭、ちょっと僕1個ね、余計に、冷蔵庫から出しちゃったんですよ。で、禁止は今16個あるんですけど、確か幼虫がね、15頭いるんで、こちらの禁止に今回ぶち込んでいきたいと思います。まず、最初に入れるクワガタがこちらです。はい、こちらのですね、虹色クワガタ。こちらは6月7日に割り出した幼虫ですね。まあ、幼虫が6頭と、あとその時に、ね、卵が2個出たんで、こちら多分おそらく孵化してると思うんで、こちらをまず入れていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、それじゃあまず1頭目やっていきたいと思います。入れよ幼虫、ドーン。さあどこにいるんでしょうか。お、いました、いました。大きくなってます。ケツが長いですね。ケツが長い虹色クワガタの幼虫さんです。菌糸に入れるときはですね、こちら菌糸をパコッけまして、まあ幼虫が入りやすいようにですね、穴を開けてあげてもいいと思います。ブソッとブソッとブソッと、はい、こんな感じで穴を開けてあげます。まあ幼虫が入れるくらいの穴の大きさでいいと思います。そこにこう幼虫さんをね入れていきます。寝てたのかな、ごめんね。ちょっとこれはこのまま蓋をしないで置いておきます。はい、どんどんやっていきましょうね。次2頭目、お、ここにいますね、もうね。おっきいおっきい。やっぱり割り出してからね、だいたい1週間、まあ2週間かな。マットに入れてたんですけど、結構大きくなってますね。繰り返さなくてもよかったですね。これはね、ちなみに、ビッグホーンさんの、まあ、菌糸ですね。大平竹の菌糸使ってるみたいです。原材料がね、ブナみたいで、とってもいい菌糸だと思います。ビッグホーンさんの作るもので間違いはないと思うんで、個人的に僕はこれを使っています。これもちょっと潜っていかないんで、このまま置いてきます。はい、次3頭目。表に出てるやつと出てないやついるんですね。ここに出てきました。こうやって見ると幼虫全部ね、同じ大きさなので、大体同じ大きさなのでね、扱いやすいですね、とっても。入ってくれるかな?はい。置いとこう。さあ、どんどん行きましょうか。これはちょっと中に潜ってるね。あ、ちょうど真下にいたみたい。これね、結構使いやすいですね。なんか蓋開けやすいですしね。まあ今までね、僕あの G ポットとか使ってたんですけど、まあ、こちらの菌糸もねすごい扱いやすくて柔らかくてね、とてもいい菌糸ですね。おりゃおいで食えよ、お前ら、お前ら食わなきゃ、お前あれだぞ、あれだ、あれだよ。まあみんな生きててよかったですね。いたいた。これなんか大きくていいですね。くる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 。よいしょ。お、さっきのやつら潜ってってますね。ちゃんと穴を認識してるんですね。はい、これで虹色クワガタの幼虫で割り出したやつのラストですね。あとは虹色クワガタの卵が2個あります。よし、せーの、ポン。はい、これも大きい。いいサイズになってます。みんないいサイズまで育ってますね。よっこらせ。はい、ラストでした。幼虫のラストです。よし、これも置いておきましょう。はい、あとはね、卵で割り出したやつ。2頭います。これ、孵化してるかな?おそらく孵化してると思うんですよね。まずひっくり返してみましょう。こっちからいきます。よし、せーの。孵化しろ!怪しいぞ。あ、孵化してるけどちっちゃ。ほんと孵化したばっかりだ。孵化したばっかりですよ、皆さん。大丈夫かな?大丈夫だと思うけど、ま、このくらいのね、サイズで入れてあげた方がもしかしたら大きくなるのかもしれない。かわいいですね。ポロッ、あ、入ってっちゃった。ちっちゃくて入ってっちゃったよ。ま、サービスで入れておきます。
で次卵を2個目のやつですね。これもおそらくね、孵化してるかな。孵化してなかったらちょっと戻していきましょう。さっきのやつ孵化したばっかりだったんでね、こいつちょっと怪しいっすね。せーの、ポン。孵化してるかな、これもね。孵化してるといいな。優しくね、やっていかないと。プチっちゃうと嫌なんで、優しくね。あ、卵だ、まだ。あー、残念。卵でした。もう少しマットに入れておきましょう。はい、虹色クワガタ終わったんで、次はね、国産オクワガタのホワイトアイ、ほのか SPW の幼虫、こちら5頭ですね。5頭います。5頭をこちらの菌糸の方に移していきたいと思います。こいつからいきましょうか。どのくらい大きくなってるかな。まあ割り出したのがね、6月19日ということで、まだ1週間経ってないんですけど、まあ多分ね、ちょっと大きくなったぐらいかな。うん。せーの、ドン。さあ、どこにいるんでしょうか、幼虫さんは。幼虫さんはどこ？どこにいるの？ん？え、死んじゃってる？なんか死んじゃってるんですけど。え？そんなバナナ。え？幼虫さんが死んじゃってます。なんで？どうして？どうしちゃったの？死んじゃってます。ちょっと弱かったのかな？残念。じゃあ次の答え、行きましょうか。これは残念です。はい、次の子。次の子は生きててほしいな。トントントン。いやー、今の死んじゃってるのちょっと残念だな。あ、生きてる生きてる、よかった、生きてた、よかったです。生きててくれたぜ、こいつは。いっぱい食べるんだぞ。入れたら上にもともといたこのマットをね、入れてあげましょう。この方が落ち着くと思います。で、蓋を閉めましょう。2頭目生きててよかった。3頭目も生きてるといいな。ドン。あ、死んでる。これもダメです。なんで？どうして？どうして？なんか赤くなって死んでますよ。これわかる方いらっしゃったら、ぜひ教えてください。すいません、僕ちょっと知識ないです。5頭中2頭がちょっとダメだったか。次行きましょう。ドン。あ、こいつは生きてるな。よかった。よかったね、生きててね。よいしょ。いっぱい大きくなるんだぞ。いっぱい食えよ。あいつらの代わりに。ポロポロっと。よしよしよし。これでホワイトアイラストですね。こいつ生きててくれなきゃ本当泣くわ。あ、いたいた。3頭目生きてます。おい、オオクワガタのほのか SPW はこの3頭で終わりですね。ちょっと2頭死んじゃってましたね。はい、続きましてこちらですね。こちら秘密のヤマクワのオオクワです。ヤマクワケットを今ちょっと僕自身個人的に作ってるんですけど、こちらね、卵から孵化したやつ3頭います。で、まだ卵あるんですけど、卵の状態のやつあるんですけど、こちら幼虫に孵化したやつですね。こちらを移動していきたいと思います。まあ、そんなにね、多分大きくなってないと思うんですよね。孵化してからまだ1週間ぐらいしか経ってないんで。よいしょよいしょよいしょ。こちらのね、成長過程をね、やっぱり皆さんに YouTube を通して見せていきたいので。まだちっちゃいですね。綺麗でしょ、かわいいです。立派なオオクワガタになってほしいもんですね。品種をたくさん食べてもらって、がっつり大顎のね、まあオスだったらね、オスだったらがっつり大顎のかっこいいオオクワガタになってほしいです。で、ポロリとパラパラっと。1頭目無事でよかったです。はい、次2頭目ですね。ポン。生きろ生きろ生きろ。あ、生きてる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 、よかった。はい、ラスト、ヤマクワラストです。ドン。ヤマクワ、オクワ、あ、いた。ちっちゃちっちゃいです、皆さん。いい、ちっちゃいちっちゃい。よし、これにヤマクワ、オクワ入れていきます。あ、ホールインワンです。よし。ヤマクワ血統もこれで終わりました。はい、今回はですね、こちらのプリンカップの菌糸に、まあ、虹色クワガタ6頭、オオクワガタのホワイトアイ、ほのか SPW 3頭、ヤマクワ血統のオオクワガタ3頭、菌糸のプリンカップの方に移動していきました。だいたい1ヶ月半から2ヶ月ぐらい、ちょっとこの状態で放置して、
ちょっと大きめの禁止ボトルの方に移動していきたいと思います。まあそちらの方も動画にしていきます。で、まだね、虹色さんたちちょっと潜っていけないんで、蓋閉めれない状態です。乾燥しないようにして、ちょっと潜っていくのを待っていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。